雪男の名前なんだけど、なんで雪男って言うんすかっつって結構聞かれたの。で、名前の由来なんだけど、最初はね、ナナッチっつ名前にしようとしたの。なんでナナッチって付けようと思ったかっつうと、あいつの旦那が水木奈々が好きなんだよ。水木奈々のあだ名ってナナッチじゃん。まあ、水木奈々といえば、げっ歯類系の顔。まあ、げっ歯類といえばハムスター。だからそのつながりで、ナナッチっつ名前にしようっつってたの。だけど、あいつの旦那が、それはちょっと呼びにくいと。自分のファンである水木奈々のあだ名をハムスターにつけるのは、ちょっと勘弁してくれって言われたの。で、どうしようってなった時に、テレビで、お笑い芸人、デニスの上野幸男が映ってたの。上野幸男は、俺も、あいつも、あいつの旦那も好きなんで、幸男ちゃんって可愛いんじゃねってなったんだよ。テレビで幸男ちゃん、幸男ちゃんって呼ばれてんじゃん。上野幸男が。そっから取って、幸男って。それが、幸男の名前の由来。